ギガ電車。さあ、やっていきます。今日やっていくのはこちら。クタンのオクトパスボーン。はあ、みたいな。なんだろうね。タコとタコ骨、タコ骨、タコ骨って何？タコ骨。わからん。わからんな。何もわからんな。まずあらすじから何か。掴み取ろう。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、サンタさんにゲームをもらっちゃった驚異の無表情キャラクター。テクノアイランドで大人気の携帯ゲーム機、テクノ 3200X のゲーム、オクトパスボーンで遊んじゃおう。はあ、背景がよくわからんが。まあ、あれか。なんか、子供がよく昔やってたような、なんか、携帯、本当に携帯ゲーム機だよね。ピコピコって、まあ、たまごっちとかデジモンとかその手の類のやつでしょうかね。やってみましょうか。テトリスとかもあったよね、昔はね。最近はもうそんなゲームないけど。あ、ランキング見てなかった。舐めとんのか。このご時世に舐めとんのか。刺すな。刺すな、この、刺すな、こんなゲームを。UFO がエラン、UFO が字なんよ。弾が愛でさ。弾が愛で。UFO 当たったよね、当たったよね。弾が撃てん。やりとねえ。やりとねえんだが。どういう世界観なの？なんでこんなレトロゲーみたいな。しかもこれ連打しても打てないんだよ。待ってる時間がある。今読んでます。マウスとキーボードどちらでもできるようになって。マウスで十分だよ、これ。はい。この UFO はどうしたらいいの？あ、これね、実はちょっと上がありますね。上がありますね。どうしよう。ちょうど画面で見えてないだけで上がありますね。どうしようかな。スコアが実は出てます。上にね。まあ、いっか、スコアで分かるかどうかってぐらいしかないから。ちょっと画面の切り取りの仕方によってね、上の方が実はあるっていう感じになってるんですけど。当たるか？当たったね。この UFO に対してどう俺は、取り組んでいいのか分からないんだけど。当たった？当たったんかな？ UFO 当たるとどうも10ポイント入るっぽい。はい。だいぶ慣れてきた。だいぶ慣れてきたけど、これを、なんだろうな、動画として上げておいて、大丈夫かなっていう、そういう思いはあるね。延々変わんねえし。すまない。すまない。これを続けていいのかどうかっていう判断がちょっと俺にはわからない。どこまで打つせばいいのか。当たるか？当たる気がするな。イエーイ。あれだと10点入ります。これ P はパワーアップの P かな？取っていいよね。取らせてくれ！あ、しっかり止まらないと打てない。2発目は打てない。虚無の中にいる。当たらないな。当たるか。あ、ギリ当たらない。これは当たる。 UFO 来る。この UFO 当たるでしょ。完璧ですね。完璧だな。これやるやついねえよ、このゲーム。あまたあるクタのゲームの中でこれを好んでやるやつってちょっとおかしいよ。よし。知らないって。何を期待されても知らないって、これ。無限にできる。無限にやれてしまう。終わりを自分で見つけろってことだね。終わりを自分で見つけろ。それ結構残酷なことだよ。あった。なんだ、ダメなんだ。だから、ある程度 UFO が出るまで、待ちみたいなとこあるな。
外れる。これも外れる。ちょっと焦りが、焦りの色が。当たらないっすね。だってね。頭おかしくなる。4つになった。ここ、それでこそ。さすがに3体ではつまらないと思ってたところだよ。もう、ちょっと判断遅かったな。4になる判断ちょっと遅かったな。もっと早くてよかった。一個遊ばしといて UFO 待ち。てってれれれれれ、てってれれれれ。UFO 待ちしてたけど、UFO 当てようとしたら、もう一本当たるよ、これ。イェーイ。で、パワーアップ取りたい。取れた？取れたかな？か、やった。完全不協和音ですが。あ、強すぎる。ツーウェイ強すぎる。あ？ツーウェイ欲しい。ツーウェイ欲しい。よし。オッケー。なんか来い。P 来い。なん？なんかあったね。てれてて。またツーウェイやんけ。UFO 来る前に終わっちゃう。あ、終わるんだこれ。あ、早くなったね。あ、だから UFO 待ちしないといけないんか。やっと面白くなってきた。これぐらいの速さはいるよ。割ってしまう。口ほどにもね、この速さを最初から出して、この速さを。あー、もったいないことしたな。あれ、やっと面白そうなやつだったのに。あー、ちょっともったいないことしたな。ちょっとだいぶもったいないことしたな。あー、親瓶、セシル、猫にゃ。親瓶が二人いる。やむやむ。なかなか、そうそうたるメンツですね。あー、もったいなかったな。もったいなかったけど。加速していくまでをもう一回やるのはちょっともったいない。時間がもったいない。もったいないことしたけど時間ももったいないということで、ここまでにしますか。まあ、そんなに面白くなくもないけど、面白いところまで行こうと思うと結構時間かかるかなっていう、そんな感じのゲームでございました。クタのオクトパスも、まあ、めちゃくちゃ暇な人はやってみてください。こんなこと。